ゴルフ5レディス、楽天スーパーレディス優勝。賞金は7500万円ほど獲得し、ランキングは22。ルーキーイヤーでシード権を獲得し、優秀な成績を収めたプラチナ世代の一人、吉田優利。今回は、実力とルックスを兼ね揃えた、プロゴルファー吉田優利のオフの活躍について、見ていこうと思います。プロゴルファーの仕事はゴルフだけではありません。オフになると、スポンサーに挨拶回りをしたり、テレビ番組に出演したりします。2021年12月26日には、日本テレビ、騙された大賞2021にアスリート枠で出演しました。優利ちゃんが11メートルのロングパットを決めると、そのゴルフボールがレールをたどり、偽企画で卵を立てているターゲットの上から落下するというドッキリの仕掛け人として出演しました。2022年1月8日にはテレビ東京のみんなでゴルフプラチナ世代大集合スペシャルに吉田優利、安田優香、渋沢リエルが出演しています。協力して5ホールで3アンダーを目指すという企画です。テレビ東京の YouTube にプライベートな質問に答えているトーク部分をまとめたものが挙げられているので、興味があればご覧ください。翌日の1月9日には BS 日テレのゴルフサバイバルトッププロ大集合スペシャル2022に出演しました。その名の通り、毎ホール最低スコアの選手から脱落していき、最後に残った選手が優勝、賞金を獲得するという企画です。出場選手には大里桃子、優勝直後の三ヶ島かななど強力なメンバーとなっていますが、その中で優利ちゃんが優勝し、賞金500万円を獲得しました。1月30日にはフジテレビのジャンクスポーツ女子ゴルフスペシャルに出演しました。放送前に自身のインスタグラムで出演のお知らせを行いましたが、この時の投稿が女子ゴルフ吉田優利ジャンクスポーツ出演ヘアスタイルに反響、ツインテール可愛いとネットニュースになりました。投稿したインスタグラムのコメントには、絶対見ます、髪型可愛い、放送後には一番可愛かった、ファンになりました、などのコメントが多数寄せられました。有村千恵さんからもこの髪型好きというコメントが来ています。オフシーズンは目にする機会が減るので、このようにテレビ出演があるとファンとしては嬉しいですね。優利ちゃんの活動はゴルフだけではありません。今時女子の必須アイテムといえば SNS ですね。最終戦のリコーカップ終了から2月5日時点のインスタグラムの投稿回数は11回。シーズン中は試合に関する投稿が多くなりますが、オフは様々です。今回はその11回のうち、いいね数が多かった投稿トップ3を紹介します。いいね数 1.2万。2021年12月30日の年末の挨拶、各方面への感謝の言葉と来年の抱負などが添えられています。同じくいいね数 1.2万。2022年1月9日のトークショーの写真、同年代の古江彩香、西村優菜とともに出演し、その時の楽屋での様子が投稿されています。そして一番多いのがいいね数 1.5万。2022年1月27日のジャンクスポーツのお知らせ、ゴルフの時と違う雰囲気の姿にときめいたファンが多くいたのではないでしょうか。放送された1月30日以降にも多くのコメントがついていることから、テレビでの反響が追い風となり、いいね数が伸びたと思われます。また優利ちゃんといえば TikTok も外せません。最終戦のリコーカップ終了から2月5日時点の投稿回数は23回。気軽に投稿できるのか、こちらの方が更新回数が多い結果となっています。同じように23回のうちいいね数が多かった投稿トップ3を紹介します。3位、いいね数1789。2021年12月25日のこちらの投稿、騙された大賞に出演するお知らせを添えています。2位、いいね数2038。2022年1月14日のこちらの投稿、目にハートが出るエフェクトを使い、見ている私たちの目もハートにしています。1位、いいね数2143。2022年1月30日のこちらの投稿、ジャンクスポーツでした。反響が大きく、インスタグラムでも TikTok でも1位という結果です。ということで、皆さんお気づきかと思いますが、完全に狙ってます。もうすぐシーズン開幕、次に優利ちゃんが狙うものは間違いなく3勝目ですね。怪我には気をつけて、笑顔のプレーを期待しています。ご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画で。